さあ始まりました紫魂チャンネル始まりました久々のオープニングちゃんと撮りますね。はい、はい、本日はですねドンしてくださいねー、ドンねー、綺麗、いいですね、水色、あ、色鮮やかで、はい、とどろき陸上競技場に来ております、はい、というのも本日は J1 リーグ第32節、はい、川崎フロンターレ対京都サンガ FC の、はい、アウェイの一戦を、いや現地観戦しに行きました、はい、これ勝ったら文句なしの残留ですよ。そうですね、はい、あの昨日ね湘南と、横浜 FC さんがね、はい、試合勝利しましたんで、はい、まあ昨日残留、サンガの残留は決まらなかったんですけど、はい、まあ、あの他力ではなくてね、はい、自力で、あの今日勝てばね、はい、あの残留決まるんで、はい、なんとしてでもね強敵川崎相手ですけど、はい、なんとしてでも勝ってね勝ち点3持って帰りたいと思います。はい、前節からメンバー変更という点はどうですか。はい、そうですね、はいはい、まあ、アピ選手が復帰しましたね。はい、はい、アピ選手、豊川もじゃない、豊川、豊川選手も出場停止明けから帰ってきました。来ましたね、頼もしいですねこれは、はい、豊川選手も今日ゴールね、ゴールみたいな、はい、なんせ勝利の男がいますからここに、はい、まっちゃんです、はい、来てます、まっちゃん初アウェイ遠征です、初アウェイ観戦です、はい、まあ、我々まだアウェイでかあの勝ってないんで、はい、勝利を得てないんでね、はい、しっかり今日は勝って帰りたいと思います。いきましょう。では応援、今日も頑張りましょう。頑張りましょう。Ta-da!